誰が稼いでると思ってるんだ？が口癖のエネオに苦しめられていた一致。二人の子供のため、どんな仕打ちも耐えてきた一致だったが、お母さん、もう全部わかってるから、我慢しないで、という息子の一言をきっかけに、復讐を決意。三年間溜め続けた浮気の証拠を大放出することに、一致はエネオを懲らしめ、慰謝料をもぎ取れるのか？三年間浮気しまくりだったエネオに復讐した結果、夫と、小学生の息子二人の四人家族で暮らす一致。上の子は弟の面倒もよく見てくれる優しい子で、下の子も素直で天真爛漫。二人と過ごす時間は一致にとって幸せな時間だった。幸せな家庭に見えるが、一致家には大きな問題があった。誰が稼いでると思ってるんだ？が口癖のエネオだ。私はもともと介護士として働いていたんだけど。お前が外で働くと、俺の稼ぎが少ないと周りに思われるだろ。とエネオに仕事を辞めさせられた。それなのに、自分の気に食わないことがあると。専業主婦のくせに口答えするな。誰の稼ぎで生活してると思ってるんだ？と言ってくるエネオ。あんたが辞めさせたんだろ、っていつも思ってたけど、夫の稼ぎがなければ息子たちにご飯を食べさせたり、大好きなサッカーを習わせてあげることもできない。エネオは私が逆らうと、生活費を渡さない、という嫌がらせをしてくるから下手に逆らえなかった。実際夫はかなり稼いでいて、私たちはいい生活をさせてもらっていた。夫の一族は、夫以外全員弁護士という弁護士一族。4代続く弁護士一族で、地元ではかなり有名な弁護士事務所を経営している。エネオも何度も司法試験に挑戦したけど、7年連続不合格だったらしい。困った義両親は、自分たちが経営している弁護士事務所で、事務として夫を働かせてくれて、お給料もかなりの額をもらっている。夫の功績じゃないのに、一族の名声を借りて威張り散らしている。私は息子たちには不自由のない生活をさせてあげたかったから、二人が成人するまでは何があっても我慢しようと思ってた。こんなエネオだから、家事は一切しないし、育児にも全く参加していない。私がインフルエンザにかかった時だって。俺に移すなよ。飯の準備もしていないのか？使えないやつだ。外で食べてくる。と言って出かけ、結局朝になるまで帰ってこなかった。休日もパチンコ三昧。子供が公園に行きたいと言っても。ママと行ってこい。たまに一緒に出かけてもいつもつまらなそうにしていて、子供たちがかわいそうだった。離婚を考えなかったわけじゃないけど、あんな男でも息子たちにとっては父親だ。今度パパと一緒に遊園地に行ける。パパと公園でサッカーの練習したいな。という息子たちを見ると、離婚はためらわれた。とんでもないエネだな。でも金銭的に依存してると、離婚するのも難しいよな。息子たちのためを思うなら、苦労しても離婚すべきだろ。と一致と息子を心配するスレミンたち。エネオからのひどい仕打ちに耐えていた一致だったが、ある日エネオの裏切りに気づいてしまう。夫はもともと、男には仕事の付き合いがある。とか言って、遅くまで飲み歩いて帰ってこないことがよくあった。帰ってきて欲しくもないから黙認していたけど、ある時から遅くなる頻度が増えて、帰宅すると、うちとは違うシャンプーの香りがした。あまりにあからさますぎて、最初はたまたまかと思ったけど、毎週同じシャンプーの香りをさせて帰宅する夫を見て、浮気だと確信した。もう愛情はなかったけど、ここまであからさまだと、私のことなんだと思っているんだ。絶対に反抗しないと舐められている？今に見てろよ、という気持ちになった。息子たちが成人するまで離婚する気はなかったけど、後で復讐するため、証拠を集めておくことにした。まずは LINE を私のパソコンでも見れるように設定した。そして車の車内にドライブレコーダーを設置した。この間、車の助手席で見たことのないピアスを見つけたから、浮気に車を使っていることは間違いない。家族で使う車を浮気に使うなんて許せなかったけど、お金のない私にはどうすることもできなかった。エネオはテレビの録画すら私にやらせるような機械音痴だから、LINE やドライブレコーダーには全然気づいていなかった。シャンプーの香りって、あからさますぎだろ。一致のこと舐めまくってるな。一致、証拠を集めて復讐してやれ。と一致を応援するスレミン。一致が浮気の証拠を集め始めてから、気づけば3年も経過していた。上の子はもう中学生になっていた。難しい年頃だから、一致はバレないよう慎重に証拠集めを続けた。まさかこんなに続けると思ってなかったから、自分でもびっくり。ドライブレコーダーの証拠動画は、DVD で100枚以上。LINE のスクショも、印刷したら富士山に届きそうなくらいあると思う。証拠を集めるのが目的だから、中身は見なければいいのに。やっぱり気になってちょくちょく見てしまった。
ドライブレコーダーにはホテルに行く様子や、最悪なことに、車での行為まで映っていた。気持ち悪すぎたけど、エネオに愛情はなかったから、もはやどうでもよかった。許せなかったのは、LINE のやり取りの内容だ。イッチは本当にダメ嫁。専業主婦のくせに飯ます。髪も白髪だらけで、化粧もしてない。まあ、女ちゃんみたいに綺麗にできないのかねー。もう女として終わってるんだよね。と言いたい放題のエネオ。私は家事と育児に追われて、自分のことに構う余裕がなかっただけなのに。エネオに愛情はなかったけど、他人にこんなことを言われているなんて、悔しくて涙が出た。何より許せなかったのが、息子たちのサッカーの試合を見に行く約束をドタキャンした時のやりとり。今日会える？という魔女に対し。余裕でいける。むしろ息子のサッカーの試合とかだるすぎだから、誘ってくれて感謝だわー。とエネオ。このやりとりを見た瞬間、怒りでどうにかなりそうだった。すぐにでもエネオをぶん殴ってやりたかったけど、お金のない私は、有利な条件で離婚するまで、我慢するしかなかった。夜息子たちの寝顔を見ながら、何度泣いたかわからない。やばい、俺ですら腹立ちすぎて、どうにかなりそう。まあ、女も最低だな。子供たちのこと考えないのかよ。頼むから一致のハッピーエンドであってくれ。とスレミン。我慢を続ける一致だったが、息子からのある一言をきっかけに離婚に向けた復讐を開始することに。私のことを完全に舐め切っている夫は、毎週水曜日と金曜日は残業だと言って、まあ、女と会っていた。その日も夫は夜中の12時を過ぎても帰ってこなかった。私がリビングでイネオの LINE を見ていると、中学生の息子が起きてきた。私が慌ててパソコンを閉じると。お母さん、隠さなくていいよ。もう全部わかってるから、僕たちのために我慢しないで。俺も弟も、何があってもお母さんの味方だから。と言われた。私はびっくりして、何も言えなかった。息子も、もう中学生だ。さすがに3年間に及ぶエネオの浮気には気づいていたようだ。こうなったら一刻も早く離婚するしかない。父親が浮気していると気づいた息子は、どんなに傷ついただろうか。息子ちゃん、しょぼーぬー。これは辛すぎる。エネオは相当な罰を受けるべき。許せん。とけなげな息子に感情移入するスレミンたち。今までエネオの言いなりだった一致だったが、息子たちのために修羅となり、エネオに復讐を果たすのだった。次の金曜日。今日も残業で遅くなる。というエネオ。私は満面の笑みで、魔女の家？と言ってやった。え？と驚くエネオ。今までやりたい放題だったくせに、何を驚くことがあるのだろうか。最後の浮気、楽しんでね。あ、せっかくだから新しいパンツ履いてく？この日のために、わざわざ伊勢丹で買っておいたのよ。シルクのパンツよし、ルック。まあ、女さんも喜んでくれるといいけど。と笑顔で言ってやった。おま、浮気ってなんだよ、俺は浮気なんてしてない。とエネオはブツブツ言っていた。え、隠したい気持ちがあったの？とびっくりしたけど、面倒だからさっさと送り出した。私はこれから浮気の証拠を、まあ、女宅とエネオの実家に送らなきゃいけないから、忙しいのだ。シルクのパンツをエネオのポケットに突っ込んで、笑顔で送り出してやった。シルクのパンツ、めちゃ上質なパンツ買っとるやんけ。この後に及んで浮気を認めないとか、これは徹底的に追い込むべきだな。と一致の反撃に盛り上がるスレミン。私もなんだか吹っ切れて、徹底的にやってやることにした。まあ、女の家とエネオの実家には、浮気の証拠と、慰謝料を請求して離婚することを伝える手紙を送った。DVD100 枚以上と、3年分の LINE のやり取り。あまりのようにさすがに全部は送れなかった。残念。まあ、女も結婚しているらしいから、修羅場だろうなぁ。今夜はせめて最後の浮気を楽しんでほしいもんだ。なんて思っていたら、エネオが定時で帰ってきた。しかも手にはバラの花束とケーキ。イッチ、君の好きなケーキを買ってきたよ。一緒に食べよう。と言ってきた夫。あからさまなご機嫌取り、気持ち悪すぎる。ていうか私は糖尿病の治療をしていて、甘いものは食事制限してるんだけど、夫婦なのにそんなことも知らないのね。私に遠慮しなくていいのよ、そのケーキはま女さんと食べたら？と突き返して、その日は息子たちと回転寿司を食べに行った。息子たちに離婚すると伝えたら、二人とも私についていくと言ってくれた。浮気がバレていると知った途端、露骨な機嫌取りをしてきたエネオ。しかし次の日、エネオは手のひらを返したように一致を責め立てるのだった。次の日、エネオは仕事から帰ってくるなり、私を怒鳴りつけた。お前、まあ、女ちゃんの家に浮気の証拠を送ったらしいな。なんてことするんだ。そのせいで、まあ、女ちゃんは離婚騒ぎになって、俺まで慰謝料を請求されそうなんだぞ。なんでそんなかわいそうなことするんだ。
と言ってきた。本当にかわいそうなのは誰なのか、そんなこともわからないエネオに呆れた。まあそんなんだからエネになるんだろうけど。浮気していたんだから、慰謝料を請求されても仕方ないんじゃない？っていうかあなた、なんで人事なの？あなただって浮気したんだから、私も離婚してきっちり慰謝料を請求するよ。と私が言うと。な、慰謝料だと？ふざけるな。今まで誰のおかげで贅沢な暮らしができたと思ってるんだ。こんな意地の悪い嫁、こっちから離婚してやる。俺の実家が弁護士事務所なのを忘れたのか？最強の弁護士軍団を結成して、こっちこそ慰謝料を取ってやるからな。と息巻いていた。こっちには3年分の膨大な証拠があるんだから、貸せるわけないのにね。本当にかわいそうなのは、どう考えても一致だろ。最強の弁護士軍団、やっぱエネなやつって、頭おかしいんだな。慰謝料払うのはお前だっつーの。とスレミンたち。イッチが今後どうやって効果的に復讐を進めていこうかと思っていたところ、エネオの実家から夫婦揃って呼び出された。イッチが送ったエネオの浮気の証拠が届いたのだろう。果たして最強の弁護士軍団の判定は？エネオの浮気の証拠をエネオの実家に送りつけた週の週末、夫婦揃ってエネオの実家に呼び出された。は、早速最強の弁護士軍団のお出ましか。覚悟しておくんだな。と生きりまくる夫と実家に向かった。客間に案内されると、義両親だけでなく、祖父やおじ、いとこたちまで勢揃いしていた。もちろん全員弁護士だ。私に非はないけど、あまりの迫力に思わず緊張してしまった。エネオはニヤニヤしながら、勝ち誇った顔をしている。弁護士事務所のボスでもある祖父が口を開いた。イッチさん、この度はうちの孫が申し訳ございませんでした。と言って、祖父はまさかの土下座。他の親族も三つ指ついて、私に土下座している。私が戸惑っていると。な、なんでイッチに土下座なんてするんだよ。この家の大事な息子は俺だろ。イッチのせいで、俺は慰謝料を請求されてるんだぞ。俺のために戦ってくれよ。とエネオ。親戚中が呆れた顔をしている。夫は親族が味方になってくれれば私に勝てると、本気で思ってたみたい。仮にも司法試験まで受けたくせに、法律のことを全く分かっていないようだ。さすが7回落ちただけはある。そんなエネオに。黙れ。イッチさんは完全な被害者だ。見てみろ、この証拠の山を。と言って、私が送った段ボールいっぱいの浮気の証拠を夫に突きつける祖父。な、なんだよこれ。とエネオ。あなたとま女さんの LINE のやりとりと、車の車内カメラの映像、3年分よ。あんなことまで、バッチリ映ってるわよ。今ここで再生してあげようか？と私が言うと。な、盗み見てたのか？盗撮だ、プライバシーの侵害だ、訴えてやる。と私を睨みつけるエネオ。状況が全くわかってないようだ。あまりのアホさに、失笑してしまった。すると。大バカ者が、すべての日は浮気をしたお前とま女にある。私たちは全員イッチさんを弁護する。お前の味方をする奴など一人もいないぞ。私たちと戦うか？と祖父は静かだけどドスの効いた、迫力満点の声で言った。あまりの迫力に、私まで身震いしてしまった。エネオを見ると、顔面蒼白で目には涙が。おじいちゃんに怒られて泣いちゃったのね。ってなった。祖父かっこよすぎ。まさかのリアル最強の弁護士軍団登場。エネオ様。と盛り上がるスレミン。この後祖父は、慰謝料を必ず支払うという誓約書をエネオに書かせて、まあ、女からも慰謝料を必ず取ると約束してくれた。そして、すぐにでも離婚をするか？と私に確認してくれて、私が離婚する意思を告げたら、その場で夫に離婚届も書かせてくれた。これだけの弁護士が証人となった離婚なんて日本初かも、なんて私はのんきなことを考えていた。この後の夫とま女とのやりとりも、すべて親族の弁護士さんがやってくれることになった。しかも費用はタダで。孫はこのままうちで引き取ります。そちらにある荷物なども後で業者に引き取らせます。イッチさんが二度とこのバカと関わらないで済むよう、すべて私たちが対応いたします。本当に申し訳なかった。と祖父はじめ、親族の皆さんは最後まで謝ってくれた。私はまさか今日で全部肩がつくと思ってなかったから、怒涛の展開にちょっと頭がついていかなかった。でも面倒な手続きもしなくていいし、お金もかからない。もうエネオの顔も二度と見なくていい。考えれば考えるほど、最高すぎた。一気落ち。さすが最高の弁護士軍団、手際が良すぎる。3年間証拠を集め続けた甲斐があったな。と一気をねぎらうスレミンたち。後日、義実家から慰謝料と養育費として、かなりの金額が振り込まれていた。エネオが支払いから逃げないよう、義実家が私に支払いをして、エネオは義実家に借金をする、という形にしてくれたみたい。
最後の最後まで、本当にありがたい。まあ、女のところも離婚すると聞いて、家に残っていた証拠の品はすべて、まあ、女の旦那さんに送っておいた。私にはもう必要ないものだし、少しでもま、女の旦那さんが有利に離婚する材料になればと思って。ま、女を調べている時にたまたま撮った、他の男との浮気写真も入れておいたから、役立ててもらえると嬉しい。思わぬ形で早々とエネオとの決着をつけることができた一致。一致は慰謝料で中古のマンションを買い、息子たちと新たな生活をスタートさせた。介護士として仕事にも復帰し、贅沢をしないささやかな暮らしを楽しんでいる。エネオは実家の弁護士事務所を首になり、祖父の知り合いの超厳しい弁護士の下で下働きをしているらしい。まあ、女の方も、祖父たちがま、女の旦那さんの弁護も無料で引き受け、慰謝料をしっかりもぎ取った。二人とも一致とま、女の旦那さんへの慰謝料の支払いで、生活はかなり苦しく、苦労しているようだ。まあ、女は一致の送った新たな証拠により、何件もの慰謝料を払うことになったとか。家事も一致に任せっきりだったエネオは、コンビニ弁当ばかりの生活で、1ヶ月で5キロも太った。家もゴミ屋敷になっていて、エネオからも異臭がすると、職場で問題になっているらしい。今更ながら、家事をしてくれていた一致のありがたみが分かったことだろう。もしもあなたに、一致のようなエネオがいて、今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。また2ちゃんのスカッとすれ、一致 VS エネオシリーズを再生リストにまとめました。様々な企画でエネオに復讐する一致たちの勇姿が見れるので、よかったらご覧ください。それでは今回はご視聴ありがとうございました。